ソリッドモデルとは、模型における、木材などを削って作られる、展示、鑑賞用の模型のこと。ソリッドモデルは、趣味としての模型の一種で、航空機や艦船等を木材など、取材料として用いて制作する模型である。ソリッドとは、英語で個体、または、中身を指す言葉であり、フライングモデルのように骨組みに紙や布などの外皮を、 張った中空の模型に対するものである。木製の模型は古くから作られており、プラモデルが一般化する前には、スケールモデルはソリッドモデルが主流であった。日本においては、1950年代がソリッドモデルの最盛期であり、多くのメーカーから木製の航空機や艦船の組み立てキットが発売されていた。 1960年代に入ると急速にプラモデルが普及し、メーカーからの木製キットの発売はほぼ途絶えたが、1950年代に各地に作られたソリッドモデルクラブは、統廃合を行いながら活動を続け、2010年現在で6つのクラブに約200名のモデラーが所属して作品展などが開かれている。 1980年代から1990年代にかけて盛んに作られたレジンキャスト製のいわゆるガレージキットや1980年代の消しゴム人形に端を発し2000年代初めの食玩ブームで大幅に品質を向上させて一般化した塩分製のフィギュアの中身の詰まった模型であるがこれらはソリッドモデルとは呼ばれていない逆に ソリッドモデルの発展型として、オールアルミモデルのような中空の模型も作られている。1920年代には、木を材料にした、航空機のスケールモデルが作られていた。また、模型用の木製パーツも販売されていた。1933年に出版された、ジェームズ・ヘイ・スティーブンス書、スケールモデルエアクラフトには、 ソリッドモデルという名称はまだ使われていないが、ソリッドモデルの基本といえる製作方法が記載されている。縮尺は1-36または1-72を採用しており、第一次大戦期の三面図も記載されている。1932年には AJ ホリデーのプロデュース、ジェームズ・ヘイ・スティーブンスのデザインによる1-72スケールに統一された。 航空機の木とメタル製組み立て模型、スカイバーズがイギリスで発売され、1945年までに80種類ほどのキットが生産された。当時の雑誌の広告では、この製品をソリッドノーン、フライングエアロノーティクルモデルズと記述している。同時期に、同様の木製模型は、軍でも識別用に使用され、第二次世界大戦中にかけて大量に作られている。また、 イギリスでは、同種の識別用模型を、プラスチック製の部品で作成する技術が開発され、1930年代半ばには、組み立てキットの形で市販もされて、プラモデルの講師となった。プラスチック製の識別用模型も、第二次大戦中にアメリカとイギリスで量産されている。第二次世界大戦が終結すると、趣味としてのソリッドモデルも復活したが、ほどなく、 アメリカで販売が始められたプラモデルが再現度の高さと組み立ての容易さで次第に人気を集め1950年代にはアメリカなどではソリッドモデルは衰退していった日本においては第二次世界大戦前にもソリッドモデルが制作されていたが開戦後は識別用模型としての用途が評価され軍の主導による展示会も催された当時は 実体模型という名称も用いられている。配線後模型飛行機は禁止されたが、昭和23年頃には解禁されて、競技会などの活動も再開された。また、1951年総監の航空ファンをはじめとする航空雑誌には、ソリッドモデルの制作記事も盛んに掲載されて、ソリッドモデルが流行していった。1950年代には、 各地にソリッドモデルの愛好者のクラブが15程度創設された。1950年代には静岡を中心とした多くの模型メーカーから飛行機、艦船、戦車などの木製の組み立てキットが多数発売されている。初期には部品としてブロック状や板状の木材が入っているだけのものも多かったが次第に複雑な加工が施されるようになり、 立体的な曲面加工を施したキットも作られた。1958年末には最初の国産プラモデルが発売されたが、当初は期待を下回る売り上げしか上げられなかった。しかし、テレビ番組の提供などの宣伝活動により、プラモデルの人気は上昇し、1960年代に入ると、それまで木製模型を作っていたメーカーの多くが、 プラモデルの生産に参入し、急速にプラモデルへの切り替えが進んだ。初期の日本製のプラモデルには、プラスチックソリッドモデルと称するものもあった。また、過渡期には、プラスチック製の部品と木製の部品を組み合わせた製品も発売されている。プラモデルへの切り替えで木製の組み立てキットがほとんど、姿を消した結果、燃焼者の関心はプラモデルへと移ったが、 各地のソリッドモデルクラブの多くは活動を継続した。以後日本のソリッドモデルはクラブ会員と一部の愛好家を中心に独自の発展を続け、オールアルミモデルやパネルごとに分割して、より機械工夫に仕上げるモザイクモデルなどの技法も生み出している。ソリッドモデルの組み立てキットの例1950年代まで、ソリッドモデルには組み立てキットとして販売されているものもあったが、 その中身は、詳細な設計図と、大まかに切り揃えられた木材のみということが多かった。一部には、ホワイトメタル、真鍮などの金属製の主脚や、透明樹脂で成形したキャノピーが付属したり、主要部品が、立体的に、機械加工済みの製品もあったが、多くは図面を見ながら、ひたすら木材を削り出し、表面をヤスリで磨くという工程を繰り返す必要があった。 アウトラインが実機に似るかどうかは完全に制作者の力量のみにかかっており非常に高い工作技術と資料の読み取り能力が必要とされたそのためあらかじめ詳細なモールドが施され誰が作っても正確なアウトラインを再現できるプラモデルの登場により多くのモデラーはプラモデルに流れたが高い技術を持っていた一部のモデラーは逆に物足りなさを覚え ソリッドモデルに止まった。ソリッドモデルの製作においては模型全体を自作することが多い。その製作過程は資料、材料の準備、加工、塗装、部品の製作、組み上げという手順を踏む。市販の図面の一部には断面形状まで描かれているものもあるが、信頼できる資料がない場合には図面と写真から正しい断面形状を読み取り、再現するには、 高い能力と経験が必要である。また、航空機では、エンジンや爆弾などの外部に装備される武装を除き、複数の種類の機体で共通に使用される装備は、ほとんどないため、小物の部品までほとんどすべて自作する必要がある。主材料として、切削性の良さから木を素材とすることが多い。日本では主に方の木を材料としている。僕は、 被尺の材料にも使われる耐水性、耐久性に優れた素材であるため、ヤスリがけ、塗装に向いていること、微細部品も削り出せることなどから用いられている。ただし、木材なので吸出して沿ったり歪んだりするのを防ぐには、それなりの加工をしなければならない。木材の代わりにケミカルウッドが使用される場合もある。部品製作のために、プラスチック、真鍮板、 新鍮棒等も使用される。航空機の透明風防は初期には塗装のみで表現されることも多かったが、1950年代にはすでに熱した透明塩ビ板を木製の型に押し付けて成形する方法も使用されていた。その後材料はアクリル板へと変化し、成形方法も手動からバキュームフォームへ変化している。 航空機の無塗装のジュラルミンの地肌を再現するのは塗装では難しいため、1950年代からアルミ箔を機体表面に張り込むことが行われてきた。その後、大型の模型では厚さ0.01から 0.02mm 程度のアルミの薄板を張り込み、実感を高めることも行われるようになった。さらに進んで、オールアルミ製の模型も作られているが、 これはすでにソリッドな模型ではなくなっている。1930年代から1940年代にかけてイギリスやアメリカで作られていた航空機のソリッドモデルは172スケールや148スケールのものが多く、これらの縮尺は後にプラモデルの標準スケールとして受け継がれている。 1950年代に日本で発売されていた木製の組み立てキットは、ほとんど縮尺が統一されていなかったが、キットによらずに自作していたモデラーの間では、図面の作成が良いで、大きさも手頃な1、50スケールが航空機模型の標準スケールとして定着した。その後も1、50は主要スケールとして使用されているが、 次第に作る対象に応じて、縮尺の多様化が進み、1、50の倍及び半分である1、25と1、100、プラモデルと共通の1、32や1、144、さらに大型の1、10や1、20などの模型も作られている。展示用模型、博物館用模型、プロの制作者に依頼する、個人用の模型などが存在する。制作方法が、 ソリッドモデルに類似するものもある。プラモデルメーカーが模型化する商品の検討や金型製作の原型は木型と呼ばれる模型である。その製作はソリッドモデルの製作過程と類似しているが、塗装は施されない。また、通常木型は形状のみでなく、分割方法も製品に順次でて製作される。ただし、2012年現在では、 プラモデルの設計は、ほとんど三次元カナダドルを用いて行われるため、木製の木型は作られないことが多い。戦争映画や特撮映画、特撮テレビ番組などにおける、撮影用の航空機や、観戦などのミニチュアは、木材や板金、プラスチック、FRP などで作られる。木製のミニチュアの製作方法は、ソリッドモデルとほとんど変わりはない。 初期の撮影用ミニチュアは木材、または板金加工で作られることが多かったが、プラモデルが普及すると、プラモデルをそのままや、多少の改造で使用したり、キットバッシングで新たな形状のミニチュアを作ることも行われるようになった。模型制作技法の変化とともに、FRP やレジンキャストなどで成形した合成樹脂素材の模型も多用されるようになっている。 日本のソリッドモデルクラブの歴史、英語圏では、本来の中身の詰まった模型という意味で、ソリッドモデルと表現される例はある、ロジャスバザンハットフライト1920年7月号、P787 ハットフライト1929年9月号、P95 ハット、昭和17年の第3回航空日に、海軍省軍務局第4回よりの加盟で、 我が国最初のショイソリッドモデルのみの展覧会を銀座の某百貨店で開催。実際に禁止されたのは実機制作のための模型で趣味の模型は含まれていなかった。航空ファン1965年5月から7月号に連載された高見田も氏の F4 バイトファンタム2の制作は代表的な記事である。2012年現在、 全国に6つのアマチュアのクラブが存在している。栃木、宇都宮ソリッドモデルクラブ、東京、東京ソリッドモデルクラブ、千葉、松戸名彩会、愛知、名古屋三店クラブ、大阪、大阪ソリッドモデルクラブ再運会、九州、福岡エアロレプリカクラブ1959年に、三協製作所が発売した、冷泉や F11 回のキットには、パッケージ表面に、 プラスチックソリッドモデル。同じく1960年代初めに発売した連山にはオールプラスチックソリッドモデルと記載されている。初の国産プラモデルの発売を報じた昭和33年12月15日付の日本模型新聞の記事でもプラモデルをプラスチック製ソリッドモデルと称している。1960年にタミヤ模型が発売した。 旧日本海軍重巡洋艦の1、500スケール、セミプラスチックモデルなど。ドキシリー、ハットモザイクモデル0式水上観測機、日本プラモデル50年史、第1章3章1938年版のアメリカホーク社のカタログには、1、48スケールで統一された、木製航空機の組み立てキットが掲載されている。アメリカやイギリスでは、 1>, 1フィートを1インチで作図することで1、12となるため、その1、4の1、48スケールで作図することも、それほど困難ではない。ありがとうございます。